厳しい選挙に向かうわけですけれども、なんとしても勝利をつかみたいと、そう思っています。総理就任してから8日目での解散です。これ戦後最短なんですよ。結局は喋っていることとやっていることが違うと、信用できない総理だなっていうふうに思いますね。今回の選挙では怒りを持って一票投じてもらいたいと思いますね。いわゆる裏金議員をめぐる自民党の対応では、5区の和田義明前議員の公認が決まったものの、比例の重複立候補は認めないことになりました。厳しいご判断であったとは思いますものの、やはり自分の不手際があったというところはもう事実でございます。厳粛に受け止めて、与えられた環境の中でベストを尽くす、もうこれしかできないというふうに思っております。裏金事件はまだまだ全容は解明されてませんし、やっぱり処分も自民党の処分は甘いものだと思います。旧統一教会の問題も新たに出てきました。こうしたところをしっかりと追及して、そして今の政治を正しくするのはやはり自民党ではできない、やっぱり政権交代でしかできないというふうに思っております。党利党略に走った解散ではないかというふうに思っております。かなりの数のその自民党の議員が実際に辞職したり処分を受けているということは異常事態だと思います。一番に裏金を、このうやむやになったような状態でいいのかっていう、やっぱり何を言っても裏金してる人には言われたくないっていうような声も地元では聞きますし、信なくば立たずっていう状況なんだと思います。そうですね。道内選出の議員の中にはこんな人もいました。3週間前だったものですから、物がほとんど置いてない。そうですね。なのでタイミングも合わず服動きもない状態なもんですから、何もない状態なんです。自民党の高橋祐介議員です。堀井学元議員が辞職したことで先月繰り上げ当選しました。設備も整わないうちに選挙戦に突入です。しっかりと心で仕事をさせてもらえるように頑張っていきたいと思っています。